guys. Thank you for visiting our channel. Today, I would like to share some of the techniques that I use when I downsize my clothes. パーソナルカラーテストっていうのを見つけたのでやってみました。先ほどのパーソナルカラーテストで出た色や自分の好きな色、自分らしい色を3つ選び、その色からはみ出しているものをクローゼットから省きます。自分が何色の服をどのくらい持っているのかを知るために、色順に並べ替えたいと思います。Now it's all color coded. かぶってる同じ色のアイテムの中から自分の気に入っているもの、1、2個に絞ります。Apparently, I have more clothes than I'm remembering. I have to get rid of some of those. 皆さんも聞いたことあるかと思いますが、断捨離のコツとしてハンガーを逆にかけて全部置いて、で、着た後はこう逆に戻す。すると自分が最近何を着たかがわかる。で、2、3ヶ月後もそのままこの逆のままだったらそれは多分もう着ないだろうということで処分する時期かもしれません。クローゼットから洋服をすべて取り出し外に並べます。着るときはそこから取って着たものだけをクローゼットの中に戻します。3ヶ月後もそこに残ったままで手をつけなかったものは処分を考えます。春夏物と秋冬物それぞれで仕事着、普段着、イベント用、パーティーや観光総裁などにカテゴリー分けします。その中で自分の決めた数に絞り込み、それだけを残します。何を残すか選ぶとき、迷うものはあるかもしれませんが、自分の好きなもの、残したいものは手に取るとすぐわかると思います。まずそういったものだけを残します。迷うものは別の袋や箱に分けて取っておきましょう。少しでもこの動画がお役に立てたら嬉しいです。Hope you found this video useful. 今日も見ていただきありがとうございました。Thank you so much for watching. I will see you in the next video. Bye! If you want to achieve your goal, don't just sit around hoping for something to happen. Take action.